フーゴ高音帯高音帯の火事場、または高音帯のタイヤ工場は、ポーランドリトアニア共和国末期の4年生向きに活動した政治家や作家の団体。ポーランド啓蒙主義の機種である思想家、フーゴ高音帯を中心に結成され、ポーランドの改革を進める政党愛国派の急進左派を形成した。彼らは当時同時進行していたフランス革命の影響を受け、 その思想をポーランドに導入しようとして、封建制や貴族特権を批判するパンフレットを作った。なお、コーン隊のカジバという名は敵対者たちが付けた名で、本来は、軽蔑的な意味を持っていた。コーン隊は政務議長のスタニスワフマワホフスキに、たびたび匿名の書簡を送り、カジバの声明を発表させていた。この書簡は1788-1789年に、 スタニスワフ・マワホーフスキーへ引く、特命筆者からの書刊集と題して出版された。1790年には内容を追加した、ポーランド国家のポーランド法が出版された。根体は、マグナートに牛耳られて、機能不全に陥っていた、ポーランド・リトアニア共和国の政治を批判し、実行力のある権力の強化、国軍の強化、自由拒否権の撤廃、差別なき課税。 市民や農民など恵まれない階級の解放などを主張した。カジバの主張は極めて洗練されたもので、後の1791年5月3日憲法の中核として採用された。コーンタイラは当時のポーランドリトアニアの一般民衆にも大きな影響力を持っていた。彼らは議会の中で戦うのみならず、地上の外の市民を集めて巨大な支持基盤としようとした。 また彼らは巧みな風刺パンフレットを発行して反対派を上楼した。カジバの活動家の多くは参政権を持つシュラフタ総出身ではなかった。その代わりに国内の多くの都市のブルジョワジーと強い関係を結んでおり彼らを支持者として動員することも可能だった。このことはポーランドリトアニアにおけるブルジョワジーの政治的地位を大きく高め彼らに 参政権を与えようとする動きが生まれる元になったが、同時に、既得喧騒がブルジョワジーを警戒して、改革への反抗を強めることにもなった。カジバのメンバーはそれほど多くなく、ワルシャワにあった高温帯の自宅で会合が開けるほどだった。高温帯以外の主な活動家は、フランチシェイク・サレズ・イエジェルスキ、フランチシェイク・クサベリ・ドモホフ,フスキ、ユゼフ・メーエル、アントニト・レビツキ、 フランチシェク・ヤエルスキ、トマシュ・マルシェフスキ、ヤン・デンボフスキ、カジミエ・シコノプからが挙げられる。また支持者としては、フランチシェク・ザブーツキー、ヤン・シニャデツキ、ユリアン・ウルスイン・ネエム・ツェビチラが有名である。5月3日憲法が成立した後、これを危険視したマグナートが、パルゴビツァ連盟を結成し、その求めに応じて、ロシアがポーランドに侵攻した。このポーランド・ロシア戦争は、 ポーランド愛国派の敗北に終わり、カジバのメンバーの多くはこの時や第三次ポーランド分割の際に国外へ亡命した。高温帯自身は恩恵な改革派であったが、一部の活動家は武装放棄を選び、1794年のコシチュシコの放棄の中核となった。カジバが会合を開いた高温帯の家はワルシャワ郊外のソレツにある。ありがとうございます。